はい、ということで、2022年の1月分ですね。エヴァテイルのガチャやっていきたいかなと思います。はい、ただ、ロリコンと呼ばないでスペシャルになります。まあ、とりあえず、最大90連引けるので、引いていこうかなと思います。当たった瞬間終了ですね。はい、次行ってみましょう。まあ、なかなかね、当たらないのは仕方がない。そしてアクションみたいなピカンってなる場合じゃないとなかなか来ないっていうのも、しかもキャラの SSR もなかなか武器よりかは来ないっていうのも分かっております。来た、よし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 。ピックアップ確定のピキンなのか SSR 確定のピキンなのかまだ分かっていない。武器が、見たよさっき。だから見たっつんだよ。これで分かる通り、おきゃ、ピン。よしよし。これで分かる通り、ピックアップのキャラより武器の方が当たりやすいっていう。あれ？ピキンが来ても、当たらない可能性もあると。あ、でも今の、あ、やっぱピックアップだな。パシェルが、一応ピックアップねっていうので、SSR とは限らないと。いうのが、この動画でちょっと明らかになりましたね。全然来ねえ。別のキャラも来ない。おい。よし、よし。ピックアップは確定と。うわー、そっちに。あー、そっち。いやね、予感しかしね。ああ、次ラスト。よし、よし、ピックアップは確定。結構ピキン湧くんだけどな。はい、ということで、なかなかこのロリコン少女は当てさせてくれなかったっていう形でございます。ということで、引き続き
ご覧になってください。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き
頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。